どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。動画の順番を少し変えたいと思います。先に今日ロト6なので、その抽選前の心境について話したいと思います。あともう2時間ぐらいかな、抽選まで2時間やけど、今日は購入してるから今まで以上に緊張する。ただ、今回は自信は結構ある。60%ぐらい。当選するんちゃうかなっていう自信。少なくても、まっとうは当選できるんじゃないかなっていう自信が今日はあるかな。まあ、ロト6は何回も言ってるけど、近づいたと思ったらまた離れるっていうのを繰り返す。だから離れる可能性もあんねんけど、全然違う数字が出ることもあるけど、でも今日は僕は可能性はあると思うな。なんかピンときたんよな。当選来るんちゃうかなっていう感じがちょっとしてる。過去のパターンを一口目に入れてんけど、ここ最近はそのパターンがほんまに来てないんやけど、過去に何回かは来てるから、それを入れたけど、それが来てくれたら当選できる。一口目。二口目は正直自信はないかな。一口目の方が僕は個人的に自信はある。だから一口目にちょっと期待してんねんけど、ただ、全然違う数字が出ることもあるからな、ロト6は特に。ロト6は、ロト7に比べて全然違う数字が出る確率が高い。やっぱり数字が多いっていうのと、あと引っ張りが出にくいっていう性質があるから、ロト7は結構引っ張りが多いねんけど、ロト6は本当に引っ張り数字が少ない。だから当選回数も少ないねんけど、予想も難しい。ただ今回は予想しやすかったけど、ほとんどロト6は手こずってる予想すんのに。まあ、今回は稀にスムーズにいったけど、いつもはここまでスムーズに予想はできないから、かなり悩みながら予想してるから。だからなおさら今日は期待しとんねんけど、どっちか当選してくれたらな、本当に当選金が倍になるから、当選してくれたら、同じ数字を購入してるから、どうやろうな。まあ可能性はあるかなとは思うけど、今までのロト6に比べたら、一番、来そうな感じがする。この前もボーナスで3つ一致してるから、なおさら流れが来てるん違うかなっていう感じがする、ロト6。いい流れが今はちょっと来てる。ロト7はまだその流れが来てないねんけど、まだちょっと遠いかな。当選までちょっと遠いねんけど、ロト6はだいぶ近づいてる。少し前までは遠かってんけど、一つ二つ、ひどい時は全く一致しないっていうのがロト6あったから。でも、この前は3つ一致してるから。だから、今日可能性はあると思うね。当選する可能性。高額当選となってくるとちょっとわからんけど、4等5等あたりだったら当選できるん違うかなっていう期待はあるかな。まだ4等、一回も当選したことないから当選したいけど、なかなか難しいかな。1%もないもんな、当選の確率が。5等がだいたい2%から3%やから。だから4等でもかなり難しいな。1%以下やもんな、当選確率が。しかも僕は5口じゃなくて、たった2口しか予想してないからなかなか難しいねんけど。でも、期待はできるかな。
ロト6は確かに難しいねんけど、過去のを見てたら、二口でその4等以上当選できてる回が何回かはあんねん。回数は少ないけど。回数は圧倒的に少ないねんけど、たった二口で4等以上当選できてる回は、あることはあるから、だから不可能ではない。今日来るかどうかは分からんけど、確率はまあまあ高いに違うかなって、期待してる。まあ、外れたら少しはショックやけど、でも、予想したのはたった二口やから、まだ、ダメージは少ないかな。他の人は最低5口は購入してるもんな。多い人だと20口とか30口購入してる人いるし、その人たちに比べたらだいぶまだマシかな。それに購入回数も圧倒的に僕は少ないし、可能性がある時に基本買ってるから、どうしても購入回数は少なくなるよな。だから、購入するときは、そうやな、4口ぐらい購入すんねんけど、まあ他の人に比べたら外れてもダメージはやっぱり少ない。まあ多少はそのショックやけど、でもずっと引きずるっていう感じではないから、口数が少ないから、まあ当たる方が奇跡みたいな感じやもんな。たった2口しか予想してないから、ロト6は5口予想してもなかなか当選できない宝くじやもんな。それを僕はたった2口しか予想してないから、それで当選できる方がすごい。1回でも正直僕はすごいと思ってて、普通は当選できないから、本当に1年かかっても全く当選できない人もいるもんな。それに比べたら僕はまだマシかなとは思うけど、まあとりあえず当選しますようにって祈りながら結果を待ちたいと思います。それでは、次はもうロト6の結果報告かな。次は、次の動画。だから8時か8時半ぐらいにその動画を出したいと思います。それではこの動画を終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。